北34条駅は、北海道札幌市北区北33条西4丁目にある札幌市営地下鉄南北線の駅。駅番号は N02。地下1階に改札口、地下2階に2面2線の相対式ホームがある。ホーム及び改札口は、札村自動車道の南側だが、地下通路は北側まで伸びている。改札口は行き先によって違い、エレベーターもそれぞれ設置されている。出入り口は5カ所あり、エレベーターは3番出入り口隣に設置されている。4.5 番出入り口へのコンコースは非常に長く、防犯上の理由により22時30分で閉鎖される。また、このコンコースには札幌市交通局に関わる車両やバスの写真パネルが展示されている。駅ビル内には飲食店、スーパー、コンビニが入居する。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は7197人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅の北に地下鉄線と直行する形で、札幌新道国道5号と高架の札村自動車道が走る。駅の東西にそれぞれ数百メートル離れて、札幌北 IC の2つの出入り口がある。周辺は中低層の住宅に商店と業務ビルが混じる市街地である。北34条バス発着場1978年3月16日に供用開始した北34条バス発着場のほか、周辺路上にバス停留所が設置されている。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の非公示便を除く発着便数はバス発着場、路上停留所を合わせて231便。2020年4月1日現在。すべて北海道中央バスによる運行で、高速小樽号は JR 北海道バスも含む。路線詳細は営業所、路線記事を参照。このほか、高速小樽号乗り場の札幌都心寄りに、北32条西5丁目停留所があり、札幌市北部方面。札幌都心方面の発着がある。北34条駅が所在する地域は元来水気の多い土地であり、地下鉄開業以前は、未舗装路に荷馬車の車輪がたびたび埋まることがあったほか、1978年の地下鉄工事においても次々に染み出してくる水をポンプで汲み出す必要があり、作業員の手を煩わせたという。北海道立総合研究機構の広瀬渉主査によると、駅周辺の地層には、泥や数ミリメートルほどの砂粒が多いため、水を含みやすく、地下1メートルから十数メートルの深さに、透水層がある。このため北34条駅では、1時間あたり11290リットルの湧水をポンプで排出し続けてきており、同じ南北線のすすきの駅や中島公園駅が、湧水量ゼロであるのとは、対照的な環境に置かれてきた。そして2020年12月14日、北34条駅の上下線ホームをつないでいる地下連絡通路で漏水が発生し、漏水当日は北24条、阿蘇馬において終日運転見合わせ。翌日より当駅への列車の停車を見合わせる事態となった。その後1週間にわたって、駅利用者向けに代替バスが運行されたが、12月21日になって、真駒内方面ホームの使用が再開した。しかし排水設備を設置していた阿蘇駅ホームは停車見送りが継続し、当ホーム利用者は一旦隣の駅まで列車に乗ってから折り返す必要があった。12月26日に阿蘇駅ホームも利用再開したが、ホーム上の一部区域にはホースが置かれているため、連絡通路とエレベーターの閉鎖は続いた。このような事態に至った原因として、前述の広瀬主査は、建設工事で汲み上げられてきた地下水の量が回復してきたのではと考察している。また、2018年の北海道胆振東部地震で、駅周辺に液状化現象が発生したことから、時間は経っているが地震との関連性も排除しきれない、ともしている。2021年3月2日、札幌市交通局は、コンクリート施工の壁の継ぎ目1カ所から地下水が浸水し、壁を損傷させていたことを公表した。また対策として5月上旬までに継ぎ目を厚さ15センチメートルのモルタルで補修するほか、排水能力を4倍に高めて毎分1000リットルとするとしている。ありがとうございます。